どうだろうね。もしかするとまた空振りか、それともここにはもういないか。だがどちらにしろ探すのだろう、フランチェスカ。
無理にでも連れ戻す。フランチェスカ、今は何を考えても始まらない。すべて見つけてから考えるべきだ。時間は決して立ち止まってはくれないのだからね。ええ、そうね。人が来たようだな、フランチェスカ。そうね。それじゃあそろそろ行きましょうか、セス。ああ、これが新しい身分証だ。アラン、アラン。そう、アランだ。フランスから来たフィレンツェ大学の学生。年は22。私はお前の叔父ということになる。そして性別は男でいいか。当たり前だ。その不愛想なところも相変わらずだな、アラン。あんたも相変わらず元気そうで非常に残念だよ、モーリス。減らず口も相変わらずだ。